フィルチの管理人室に行く課題9分の6からやっていきます。さあ仲良くなったから一緒に来たよ。あ、突然いきなり喧嘩始めるのか、いたずらか、なんてことをやってくれたんだミスターゲームズ。せっかく気分よく昼食を食べようとしてたのにミセスノリスを怒らせるとはな。怒らせるつもりはなかったんですフィルチさん、ただ扉を開けて入っただけで。しかもその汚らわしい生物は一体なんだ、コウギか、それを私の部屋の中で暴れさせようと思っているんだろう。私もミセスノリスもここにいないと思っていたんだろうが予想が外れたな。言い訳しようとしても無駄だぞ。違うんですフィルチさん、そんなことしようなんて夢にも思ってませんでした。ここにはあなたの助けが必要で来たんです、あなたの専門分野なので。確かに私はいろんなことに精通している。このコウギはゾンコで騒ぎを起こしたんですけど、ゾンコに連れて行ってこのコウギが本当にそのいたずらをやったことを証明したいんです。だけど見ての通りコウギは体力が有り余っているみたいなのでちょっと疲れさせたいんです可愛いな、なんか。あなたなら体力を消耗する仕事をいくつもやってるし、その手伝いをさせられるんじゃないかと思っています。仕事、コウギほど最悪なトラブルメーカーはいないぞ。このコウギに必要なものは仕事ではなく罰だ。お前自身もこのコウギはゾンコで騒ぎを起こしたと言ってもいいだろう。このコウギに必要なのは罰ということでいいな。フィルチに同意する。フィルチに同意しない。まあちょっと同意しないようにしてみよう。いいえ、この公認は罰は必要ないと思います、フィルチさん。ちょっと疲れさせるだけで十分です。私の専門知識を頼ってここに来たのではないのか？私が公認に怖い罰が必要だと言ってるんだ。ちゃんと聞いたらどうだ？いい。もう怖がってるみたいですよ、フィルチさん。これ以上怖がらせる必要はないかもしれませんね。いや、この怖悪魔はまだ何も学んでいない。一日、檻に閉じ込めれば身の程を思い知るかもしれないな。それか壁に鎖でつないで足首から吊るしてやろうか。恐怖を味わわせることが本当に正しいんでしょうか。僕を怖がったら僕のことを信頼してくれなくなります。信頼などどうでもいい。罰とは尊敬させるためにやるものだ。いいえ、僕は別の方法で公儀の信頼と尊敬を得たいと思います。それじゃあ僕たちはこれで何のために来たんだよあれ、コウギがいない。きっと怖くなって逃げちゃったんですよ。めっちゃチョメが矛盾してる。まだ遠くには行ってないはずだ。ミセスノイスと一緒にこの小悪魔を捕まえてたっぷりお仕置きしてやる。まずいぞ、フィルチの餌にならないように先にコウギを見つけないと。3時間星3個で合格、コウギを救う。なんかミセスノリスが先に見つけてくれそうな気もするけれどね。ミセスノリスはコウギを匂いで見つけられるかな。コウギはこの金製品の箱の中じゃないかな。出ておいでコウギ、怖いことしないって約束するから。これなんかどっか他の場面でも見たことあるぞ。こんなコウギを見つけたら手加減は無用だぞミセスノリス。それはもう命令ちゃんと聞くだろう。あ、これ食べ物か。食べようとしてたんだ。サンドイッチが一つしかないフィルチはミセスノリスと分けて食べるつもりだったのかな。棚の上に何かいるようだ。あ、いたいたいた、見つけた。私コウギは机の下にはいないな。みんな見つけましたか？私も見つけましたよ。わかった。ちょっと出てるよ、顔がちょっとだけ。フィルチより先にコウギを見つけないと。ちょっと答えを言いますよ、この後。キーよく見てください。ほらほら、上上。この星集めるところの棚の上による。ほら、見て見て。ね、ちょっと見えてるでしょ、今。そんな感じですね。これが鎖か。こんな道具がコウギに使われたら大変だ。じゃあこれね、どんどん。星5個ね、集めておきます。多分、足りるんじゃないかな。右上見たらエネルギーとかも集めてね。どんどんタップしてみるか。もう裏ではこんな感じでやってるんだよね。で、あとカットしたやつをつなげて、はい、星を集めました。ゲットですとかやってる。あ、3、ぴったりだ多分。やったぜ。で、ここで星をゲットします。で、このロード時間も長いからいつもはカットしてるけど、今回は早かったな。あ、いた、ほらほら。そこにいたのか、コウギ。その棚から降りておいで。フィルチに見つかる前に、こっから出よう。手遅れだ。小悪魔を見つけたぞ、ミセスノリス。鎖を持ってきてくれ。うわ、消えた。うわー、なんで？初々しい、コウギ目。私のサンドイッチに魔法クラッカーを忍び込ませたのか。ミセスノリスが怖がってしまった。
ミセス・ノリスの毛があんな風に逆立つなんて初めて見た。ミセス・ノリスをなだめたら、お前をギタギタにしてやるからな、コーギー。はは は, は笑うんだ。君のいたずらは面白かったよ、コーギー。フィルチは君をすごく怖がされたからいい君だな。少なくとも君は僕のことは怖がってないみたいだな。君のジョークを笑ったからか。なるほど。どうすればトンクスを助けられるのか分かったぞ。君にも理解できる言葉で話さないとな。いたずらとユーモアで。ちゃんと理解できるかを確かめる方法は一つだ。僕の推測が正しいかトンクスを見つけて試してみよう。さあ次はどんな感じだろう。トンクスと話す。訓練場に来い。お前とその初々しい後任会ってやる。何、トンクスの口調がウィルチさんなんだけど。訓練場やってきましたよ、一緒に。こんにちは、チョメ。ビルトンの件で協力してもらうように後任を説得できた？まだだよ。そう、じゃあ私をゾンコに入店できなくした高悪魔とは顔も合わせたくないわ。へーへー、そこ笑っちゃダメだろ。聞いてくれトンクス、後任と君にはいろんな共通点があるんだ。君たちはどっちもコミュニケーションの一つとしていたずらと笑いを使ってる。他人を喜ばせるために使うこともあれば、自分を守るための手段として使うこともある。この攻撃がフィルチから身を守るためにいたずらを使ったのをこの目で見たんだ。いたずらはフィルチに仕掛けるのは全く問題ないわ。まあだから私のことを相当恨んでるでしょうけどね。フィルチさんかわいそうやな。ほら、それも共通点だ。多分。この講義に僕たちの言いたいことを理解させることばっかり考えてたけど、講義はそういうコミュニケーションの仕方をしないってことに気づいたんだ。こいつの言葉は笑いなんだよ。だから笑わせてやれば協力してくれるよ。ただレベルの低いジョークは言わない方がいいよ。そういうのは嫌いみたいだから。つまり私がこの講義を笑わせれば、あのクソ爆弾の件は私がやったんじゃないってビルトンに証明するのを手伝ってくれるってことね。やってみる価値はあると思うわ。さてどうすれば笑わせれるか考えないとね。心配しなくてもレベルの低いジョークは言わないわ。僕も協力するよ。講義を笑わせる方法を一緒に考えよう。8時間星5個で合格。いたずらについて考える。さあ話していきましょう。へーへー、笑ってる。くすぐったりがり屋なのかな。チョメもタップしていこう。君がわざと面白い落ち方をするとか。ゾンコでも3本のほうきでもフィルチの部屋でも大暴れしてたよ。体を張ったコメディが好きみたいだよ。他人を動かすのが大好きっていうのはもう分かってるわ。コーギーってそれはそれでなかなか可愛いわね。いたずら好きそうな顔がたまんなかったりする。まあ、近くで見たら案外可愛いかもしれんな。笑いを引き起こす呪文を使えないのは残念ね。また笑うのかな。タップしてみるか。君はトラブルメーカーだけど、少なくとも面白いことをやってるからマシかな。へへへ、コーギーはもうループになったね。じゃあこれもね、どん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 やっておきます。チョメもループになったから。はい、コインをね、ゲットします。今のところ分かっているのは、コーギーは人をつまずかせたり押したりするのを面白いと思ってる。汚すのも好きね。臭いクソ爆弾を発動させて笑ってるから。へーへー、うん、体を張ったコメディって言ったらいいのかな。そういうのが間違いなく好きだよ。誰かがこけるのを見て笑うタイプだ。そうだ、君が僕に教えてくれたクラゲ足の呪いを使うのはだいぶ昔だよね。それいいわ。やりましょう、チョメ。なんかロコモーターなんとかなんとかやなかったっけ。呪いをかけられた方の足がグラグラになるから、こけるより絶対面白いわよ。それなら早速クラゲ足の呪いを使ってみよう。それじゃあ私かあなたのどっちに呪いをかける。僕にかけてほしい。前トンクスがやったんじゃなかったかな。だから自分にかけよう。僕に呪いをかけてくれ。僕が面白いことをやってるのを公認に見せた方がいいと思う。確かにそうね。さあかけるわよ。ロコモーターウィブリー。ウィブリーだね。はい懐かしい。当分昔ね。はははは、は笑ってる。見て笑ってるわ。ちょっとメタボってなかった。やったなトンクス。それじゃあ私一人だけ、何もしないのは寂しいから、ロコモーターウィブリー。自分にもかけるのかあーかけられちゃったってことか。あー踊ってる踊ってる。あーみんな一緒みたいな感じか。私たちみんなおかしいわね。コーギーは君のことをすごく気に入ったと思うよ。はははは、よかった。これでゾンコに連れて行って私が無実なことを証明できるわ。これトンクスにかけた場合もチョメにかけるって感じになっちゃうのかな。どうなんだろう。
行為の信頼レベルを7まで上げる。本当に助けたいなら行為の信頼を得る必要があるぞ。だからもうちょっとお待ちください。まあ、動画はね、つながってます。サイドクエスト。こんな感じです。英語になってる。みんな英語なんだけど、みんな同じ？なんか久しぶりにやったらさ、英語になってるんだけど、最初は日本語だったのかな？悲しいな。大丈夫かな？不安だよ、すごく。タップするけど。いや、ちょめ、お前さんと講義は仲良くやってるみてえだな。よかった。よかった。日本語になった。いたずらとユーモアを使ってコミュニケーションを取れればいいって分かったからすぐに仲良くなれたよ。これで私はわざとクソ爆弾を落とさなかったってことをビルトンに証明できるわ。倉庫への入店禁止も取り下げてくれるわね。二人ともどうするべきかもう考えてあるんだよな。うん、ビルトンが奥から戻ってきたら抗議が隠れてドンクスがクソ爆弾の棚の近くに立つ。ビルトンは私を見たら私の方に一目散に来るだろうから、その時に抗議がビルトンをこかすの。へへへ。そしたら抗議が隠れ場所から姿を現す。これならトンクスは抗議にこかされてクソ爆弾を発動させてしまったっていう僕たちの説明を信じてもらえるはずだ。それじゃあ抗議はもう隠れねえとな。ビルトンがこっちに来るぞ。トンクス、もうここには入っちゃいけないと言っただろう。うわ、痛そう、めっちゃ。しかもちゃんと倒してる。同じような感じになっちゃったな。なんだ、誰かが私の足を引っ掛けたぞ。ミスター・ビルムス、あなたの足を引っ掛けたのはトンクスの足を引っ掛けた張本人です。はははは、ちょっとメタボってるね。小悪魔め。抗議に足を引っ掛けさせてすいませんでした、ミスター・ビルムス。だけど、抗議は言葉が話せないので。こうするしかクソ爆弾が落ちたのはトンクスのせいじゃないってことを証明できないと思ったんです。真犯人の抗議を見つけてトンクスの無実を証明できたので、彼女に言い渡した入店禁止を取り下げてもらえませんか？ああ、トンクスの入店は許可する。早いな。よかった。ありがとう、チャメ。やったな。だが、これからは抗議という抗議は全て入店禁止だ。ん？ビルトン、こいつらを入店禁止にするなんてちょっとかわいそうじゃねえか？怒らせようと思っていたずらしてんじゃねえんだ。ただ、そういう成分なんだよ。抗議は笑ってほしくていたずらしてるんです。あなただっていたずらは大好きでしょ？私の店を悪臭で充満させたり、商品を台無しにしたりするいたずらはスカン。お願いです、ビルトンさん。抗議を入店禁止にする前に僕の話を聞いてください。あ、これでビルドン75、73、74。開始。これ多分一番上だな。真ん中か。真ん中と上迷ったんだけどね。ちょっと文字もちっちゃいんだけど。まあ、真ん中だとプラス2とかが入らない。今夜トラブルしか起こさない。これはさっき同じだよね。はい。大丈夫？あと5ターンで溜まるか。不安になってきたな。星1個やってきたら、ちょっと選択肢変わると思うんだけどね。君の言いたいことはわかるが、やはりまだ納得できないな。それじゃあもっと話し続けましょう。法には誰かに害を与えようなんて思ってないことを分かってもらえると思います。この法にはうちの店を汚したんだぞ。すぐにきれいにできますよ。汚いからこそジョーク。しかも臭かったですよね。これどうすればいいんだろう。すぐにきれいにできます。一番下かな。ダメだ。こんな感じか。汚いからこそジョークが最高が正解だったみたいだね。今夜ただ面白いことをしたいだけなのに、ちょっと厳しく言いすぎたかな。あなたは面白いことが大好きな人です。だから講義の気持ちを分かってくれると思います。あと残り3段。この講義は何がそんなに特別なんだい？ジョークのセンスがいいんです。別に特別な要素はありません。人をこかすのが好きなんです。ジョークのセンスにしとく？多分一番上だよな。人をこかすのが好きなんですが真ん中なんだ。あ、やばい。正解しちゃう。あ、やばい。溜まっちゃう。どうしてこの抗議はゾンコにいたんだね。あなたのお店が大好きなんですよ。お店のクソ爆弾を発動させるためです。意地悪ないたずらをするために。これわざと間違えてみるか。ああ、真ん中か、間違えるのは。どんな感じかなって見たかったけどね。君の話を聞いて考えが変わったよ。抗議の入店禁止は取り下げよう。まあ、こんな感じで、ゲット200経験値もらえましたね。
ミスター・ビルムス、こういうあなたと同じで面白いいたずらが大好きなんです。店は汚されたが、確かにクソ爆弾のいたずらはかなり面白かった。ただトンクスを落としめずに、コーギーがちゃんと自分で責任を取ってくれたらいいんだがな。私も同感です。それでコーギーの入店禁止は取り下げてもらえるんですか？ああ、取り下げよう。トンクスにもコーギーにもこれからもトンクをひいきしてもらいたいね。というか、あのコーギーにはうちの店で働いてもらおうかと考えてるんだ。どう思うかね。それはいいアイデアだ。いや、正直答えていい、これ。正直やめた方がいいと思います、本当に。ミスター・ビルムス、それやめておいた方がいいと思います。今夜はもう十分に迷惑をかけてますから。うむ、そうだな。ゾンコが毎日のようにクソ爆弾臭くなったら大変だな。へへへ。さて、私はもう仕事に戻らないと。まだ店からクソ爆弾の匂いが消えてないんだ。手伝ってくれてありがとう、チョメ。あなたのおかげでゾンコに行けない惨めな人生を歩まずに済んだわ。俺なんていらないよ、トンクス。今回のことで新しい友達も増えたし、きっと魔法生物保護地に連れて行ったら喜ぶだろうな。へへへ。ああ、そうだな。それからお前さんが抗議の性質を利用して問題を解決したのには感心したぜ。普通ならなだめようとか抗議の振る舞いを変えようとか思うんだけどな。大したことじゃないよ、ハグリッド。コーギーと一緒にいるうちに生き物っていうのは本質的に変われないかもしれないけど、焦らずに時間をかけて意思疎通を図ったり、お互いのことを気遣ったりすればいい関係を築けるって分かったんだ。クエスト完了。ゾンコのクソ爆弾の惨事ゲット。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。ちょっとハグリッドの友情レベル見てみよう。今すべてクリアしてこんな感じになっております。またアップデートされたらやっていきます。失礼します。